エレーナ・ザモロドチコワ、エレーナ・ザモロドチコワは、ロシア、モスクワ出身の女子体操選手。英語表記は、エレナ・ザミラドチャコバが一般的だが、名前の発音が、エレーナに近いため、リーナと表記することもある。6歳から体操を始め、10代で引退する選手が、多い女子体操界で珍しく26歳を過ぎても、競技を続けた。 ホルキナイン対後のロシアナショナルチームを引っ張っている。2000年にはロシア軍少佐であった父親がチェルノブイリ原発事故の後処理による被爆が原因で他界。2005年には母親も他界している。兄弟はいない。2001年にはプーチン大統領よりロシア軍における注意の階級を与えられ、現在は軍のスポーツクラブに所属している。 非常に練習量の多い選手としても知られ、天性のバネと筋力を活かし、跳馬と床を特に得意としている。試合で、ユルチェンコー2回半ひねりを成功させた、最初の女子選手であるが、国内大会での成功だったため、公式では、ルーマニアのシモナ・アマナールが最初の成功者となっている。腰痛の影響から、国内選考会で振るわず、2008年北京オリンピックの、 ロシア代表から落選。2009年10月の世界選手権までは現役続行を表明していたが、同年7月に体操競技からの引退を公式に表明した。ありがとうございます。